持続可能で安心安全な社会を作る、津波地震だけでなくて地球規模での自然災害、総合大学のミッションというのは社会システムそのものから作り直さなきゃならないような時代にこそ使命があるんじゃないかなというふうに思ってますので、その成果は全部やっぱ社会に還元しなきゃならないわけですね。ぜひ皆さんと一緒に新しい世の中を作りましょうと。東日本大震災と今回の新型コロナウイルスへの対応から明らかになった、危機管理の課題ということでお話をしたいと思います。でまずこの新型コロナウイルスもですね、いわゆる新興感染症という、それまで、人類にとって、全く経験がなかった、ような感染症です。で新興感染症というのは、グローバル化とともにその、リスクが増大するということが1980年代ぐらいから言われてきています。でその理由としては、新興感染症の出現のリスクが増大する。でこれは、地球上の人類の人口がすごく増えてきてしまっている。でそれによって、今まで、人類が、暴露することがなかったようなウイルスに暴露するというようなことが原因だと言われています。でそれとともに電波のリスクが増大する。でこれはグローバル化で、多くの人が飛行機で移動すると、でそういうことがリスクの増大につながっているというふうに言われています。で実際に21世紀になって、で2003年に起きた、重症急性呼吸器症候群、SARS の流行から始まってですね、さまざまな、新興感染症の流行が、起き続けてきているということになります。でその今回の、新型コロナウイルスで COVID-19 の出現とでそれが広がってしまった、背景にはいろんなものがあるんですけれども、で一つは中国の経済発展で、それとともに、中国国内で多くの人が移動するようになった。で特に、中国は世界の、いろんなものの生産拠点になっていると。で武漢もですね、実は自動車産業とかですね、でそういう産業の世界的な拠点になっていると。でそれによって、日本との直行便とかも増えたというような背景があります。で、中国国内外に、中国の、経済発展とともにですね、で非常に多くの人が移動する。で2003年に SARS の流行があったわけですけれども、もしこの、同じウイルスが2003年に出てきたといたとしたらですね、同じような形で世界には広がらなかったかもしれないと、でそういうふうには考えられます。で同時に日本の訪日外国人とかですね、外国人労働者も、急速に増加してきたということが国内での、感染の拡大に、の背景にはあったんだというふうに考えています。でこういうふうな感染症の リスクがあるということは当然考えてい かなきゃいけなかったんですけれども、世界的にもですね、日本国内でもでそういうリスクに対する備えが十分になかったということがあるのかなというふうに思います。で今回の、COVID-19 の原因ウイルスは、SARS の原因になった2003年に流行を起こした SARS の原因となった SARS コロナウイルスに非常によく似たウイルスだということが分かっています。ただし、ウイルス学的には非常によく似ているんですけれども、疫学的な特徴で臨床的な特徴は非常に、このウイルスは違ってですね、でそのことが、ウイルスの拡散につながってしまったんだというふうに考えられます。で SARS は2002年の11月の16日に、最初の例が、見つかったというふうにされているんですけれども、発症したとされているんですけれども、でそれが、急速に世界中に広がりましたけれども、2003年の7月の5日までには、グローバルコンテインメント、つまり世界的な封じ込めに成功するんですけれども、でこのウイルスは、SARS よりももっと速いスピードで広がってしまった。でそれは人の移動が2003年当時よりも先ほど言ったように非常に増大しているということと同時に、このウイルスが非常にやっぱり制御しにくいウイルスだと。で SARS コロナウイルスはほとんどの人が重症化するの でそれによってほとんどの感染連鎖を可視化することができて、
で封じ込みに成功するんですけれども、でこのウイルスは非常にそういう意味で、難しい、見つけることが難しいウイルス でそれによって世界に広がってしまったと。で1月23日に、武漢を封鎖するんですけれども、その時すでに、日本、韓国、タイなどにですね、いわゆる輸出令という、中国から他の国にもうすでに出ていたということになります。で3月の11日、まあ、これちょうど東日本大震災の、9年目の日に当たるわけですけれども、に WHO が、このウイルスの流行を、パンデミックの状態にあるというふうに考えられるというふうに発表するんですけれども、その時にはもうすでに、流行の中心は中国ではなくてヨーロッパに移っていたということがあります。でそういうふうに急速にこのウイルスは世界中に広がってしまったということになります。で現在は、今週ついに、世界中の、感染者が1000万人を超えて、で亡くなった人の数も50万人を超えてしまったと。で、流行の中心はヨーロッパから今度はアメリカ大陸に移っていて、でアメリカだけではなくて、ブラジル等の南米でもかなりの、大きな流行が起きてきてしまっていると。でさらに、中東とかアフリカでも、まだまだ感染拡大が続いているという状態にあります。で日本での、COVID-19 の流行状況を見るとですね、まず最初に中国から入ってきたウイルスを起点とした、流行が、1月の中旬から3月の中旬ぐらいまで起こります。でそれと3月の中旬ぐらいには一旦、その中国から入った感染者を起点にする流行は一旦収まる傾向にあったんですけれども、それが収まる前にですね、で次に、ヨーロッパとかですね、アメリカで東南アジア等から、相当数の感染者が流入してしまって、でそれによって、次の流行が3月の下旬から4月5月にかけて起こります。で4月7日に緊急事態宣言をするんですけれども、で、一旦は日本の流行は収まる傾向にあって、で5月の25日に、緊急事態宣言が解除されることになります。ただし、このウイルスを排除することは非常に難しくて、でおそらく国内に、しぶとく残っていたウイルスが起点になって今また、少しずつ感染者が増えているという状況にあるというふうに考えています。でこれまでの日本の感染症危機管理のあり方としてはですね、まあ、何か起こるとですね、例えばエボラが起こるとかですね、中東呼吸器症候群といわれる、MERS、これもコロナウイルスで起こるんですけれども、でそういった、流行が、どこかの国で起こるとですね、で日本に、入ってこないように もし入ってきたらどうするかということで、まあ、厚生労働省から通知が出たりして、でそれによって、医療現場とかですね、自治体とかがマニュアルを作って、訓練をすると、で特定の事態を想定して、訓練をするということが繰り返されてきています。でただマニュアルがあれば全てのリスクに対応できるかというとですね、でそういうことではなくて、まあ、感染症もいろんな感染症があります。で今後もいろんな感染症の危機が、来る可能性があるんですけれども、でそれぞれの感染症に、違うシナリオがある。でこれが2009年の新型インフルエンザが起きた時の最大の教訓の一つ でそれ以前は非常に病原性の高いウイルスで新型インフルエンザが起こると、でそういう想定で日本だけではなくて世界中が、新型インフルエンザ対策を考えてきたと。でところが2009年に起きた新型インフルエンザはそれほど病原性が高くなかった。でそこでいろんな問題が起きたということになります。つまり、単一のシナリオでマニュアルを作っていてもなかなか対応できない。で全てのリスクに、対応できるような、でさらに全てのシナリオに対応できるようなマニュアルを整備するということは不可能なので で本当の危機っていうのは、実際には、想定できないような事態が起きたときに、起きてきています。で感染症も、SARS もそうだったし、で2014年に西アフリカで大流行した、エボラの時もですね、でそれまでのエボラの流行では考えられないようなことがたくさん起きて、で大きな流行になりました。でジカウイルスも、南米で、2013年の終わりから14年にかけて、非常に大きな流行を起こして、で小頭症って頭の、小さい子どもが、脳の発達が十分でないような子どもが、
たくさん生まれてしまったということがあったんですけれども、でそれ実は、リオデジャネイロオリンピックのすぐ直前 でこれでオリンピックができるのかというようなことが、その時、議論されてました。でこれも非常に我々が全く想定しないような形で起きた流行だということになります。で2003年の SARS 重症急性呼吸器の症候群でもですね、でこの時2003年の時、私自身は、WHO で、この対応に当たってたんですけれども、もう次々に、予期しない想定外の事態が起こりました。で、まあ、そういうことに対応しないといけないというのが、こういう感染症対策の非常に難しいところなんだというふうに思います。で東日本大震災に関してはですね、我々の教室を中心にしてですね、石巻の雄勝と押鹿というところで、保健師さんたちが、どういうふうにそういう想定外の事態に、対応してきたのかということをまとめて、記録をしたものがあります。でそれを英語の報告書にまとめてるんですけれども、で東日本大震災と今回のコロナウイルスの共通点としてはですね、で想定外の事態に対応しなきゃいけなかったと。でそれまで想定されていた津波の、浸水域をはるかに超えるような、津波が起きてしまったと。で今回のコロナウイルスについてもですね、日本でも、新型インフルエンザに対する対策はいろいろと考えられてきた。でそれに対する特別措置法とかもできていて、だけれども今回のウイルスは新型インフルエンザとは全く違うウイルス でそういう想定外の事態に対応しなければいけなかったということになります。で、広く危機管理ということを考えるとですね、まあ、いろんな、危機があって、で感染症だけではなくて、放射性物質とかですね、で自然災害でこういったものに、全てのリスクにどう対応できるか、いかに柔軟に対応できるか、でそれは単にマニュアルを整備するという、マニュアルが、必要な局面もあって必要なこともあるんですね。で例えばその、まあ、エボラみたいな感じが日本で出た時に、その、PPE っていうんですけど、マスクをどうつけるかとかですね、でマスクをどこに、備蓄しておくかというようなことはマニュアルで当然マニュアルを整備しておかなきゃいけないことですけれども、じゃあマニュアルがあれば全てできるかというとそうではないと。でこういうさまざまなリスクに、どういうふうに対応できる柔軟な体制を作っておくかと。でこれを英語でオールハザードアプローチとかって呼んでますけれども、でいろいろなリスクに柔軟に対応できる。でその基本となるのはリスクマネジメントという考え方だというふうに言われています。でこのリスクマネジメントという考え方が日本ではそれほど重要視されてこなかったという問題があるんですけれども、まあ、あらゆるリスクに直面したときに、それぞれの場面で考えて、でリスクを分析して、行動に移していくというような考え方になります。で、このコロナウイルス COVID-19 に関してはですね、で WHO がものすごくたくさんの、マニュアルを今ウェブ上に公開しています。ただ、それぞれの国の状況は違うし、それぞれの国の、医療体制も違うし、でこういう単一のマニュアルで、世界中の問題を解決しようとする、でこれまでの、欧米中心のやり方が、もう限界に来ているのかなというふうに、私自身は考えています。でそれを示すデータとしてですね、これ G20 の国々の、今回の COVID-19 での、死亡者の比較なんですけれども、でヨーロッパアメリカを中心にしてですね、いわゆる、これまで、世界を牽引してきた、先進国が軒並み非常に大きな被害を受けていると。でその中で、アジアの特に東アジアの日本とか韓国とか中国とかが、比較的ここまではこのウイルスを上手に乗り切ってきていると。で昨日実は、日中韓のウェビナーがあったんですけれども、で日本と中国と韓国は、全く違うアプローチでこのウイルスと、対峙してきています。で、その結果として、ヨーロッパとかアメリカに比べると非常に、被害を最小限に抑えてきていると。だからつまりその画一的な、戦略でこのウイルスに対応するっていうことは非常に難しい。でそれぞれの国の状況は違うし、だから先ほどの、その WHO が出しているようなマニュアルで
本当に解決する問題ではないと。でいわゆるワンサイズフィットオールっていうんですけど、一つの対応で全ての問題が解決するっていうようなものでは多分ないんだろうと。でそれぞれの地域でやっぱり考えていくことが必要で、であとはその歴史に学ぶっていうことの重要性というのを、東日本大震災の後にですね、で我々は考えてきて、で災害科国際研究所でもですね、でそういう部門が、設立されました。で、感染症に関してもですね、もう人類は、人類が地球上に出現してからずっと感染症との戦いの歴史だったわけですね。でその中でたくさんのことを学んできたはずなんですけれども、でその教訓が今まで生かされてきていないと。でこの右側の草むら塚っていって仙台 のちょっと北の方に、水の森というところがあるんですけれども、でそこに ある、塚です。でこれ2週間ぐらい前に、久しぶりに仙台に戻ってきた時に写真撮りに行ったんですけれども、で、これは明治15年に、だから明治で、開国すると同時に、天然痘とかコレラの流行が日本では、繰り返し起きてきています。でその時に明治15年に、仙台市内でもかなり大きなコレラの流行が起きて、で大野原っていうところに、隔離施設を作ったらしいんですけど、そこで多くの人が亡くなった。でその亡くなった方 の、の遺体を焼いた場所が、この水の森にあって、でそこにその日にはこういろんなことが、漢文で書かれているんですが、でこういうことがこういう教訓が十分に生かされなかったと。で、これ横浜検疫所 の歴史のものですけれども、で、江戸時代の終わりにペリーの艦隊が、長崎に、中国からコレラ、中国に寄港して、コレラに感染した乗組員がいて、でそれが長崎に来て、でそれが江戸までつながってしまったということが、記録として残っています。で、これ高浜虚子 の句 でこのことこういうのっていうのはもうすでに、歴史の中で繰り返し起きてきているんだと。でこういうことから我々は十分な教訓を学んでこなかったということが、今の状態を生んでいるのかなというふうに思います。でこれ我々がその東日本大震災の時に、保健師さんの記録 を残して、それ英語の、日本語訳も、ありますけれども英語で論文を書いた時に、最後これロジャー・ドランっていうオーストラリア人の人に、WHO で長く働いてたオーストラリア人の人に来てもらって、でその人が中心になって、まとめてもらったものなんですけれども、まあ、こういう言葉が最後に小さく書いてあるんですけれども、で日本語では言うと困難な環境下で日本人と日本社会のレジリエンス、まあ、レジリエンスっていう言葉は非常に日本語に訳すが難しい言葉なんですけれども、ここでは回復力と訳してますけれども、だから非常に困難な状況になっても、地域の力で、乗り越えていくっていうことが、ことが、東日本大震災から見えてきたことで、で今回の、コロナウイルスでもですね、やはり、地域がしっかりしていて、地域がきちんと対応できているところは比較的被害が少ないということが見えてきていて、でこういう社会をやっぱり我々は作っていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。予測することは非常に難しいですね。でおそらく新型インフルエンザは必ず、いつか起こるけれども、今昨日あたり、おとといか、中国で新しいウイルス見つかったとかって言われてますけど、あれが起こすかどうかは分からないし、で起こるのは確実なんだけど、いつ起こるか分からない。で起きた時にどんな被害が起こるかっていうことも全く分からない。でそのウイルスの性状、ウイルスの特性によって、被害の起こり方っていうのは全く違うので、だからそういう非常に難しさはありますね。だから津波とかよりもむしろ予測することが非常に難しい。で、実は今回のウイルスもコウモリがもともと持ってたウイルスなんです。でコウモリにはたくさんのウイルスがあるっていうことが分かっていて、でコロナウイルスだけではなくていろんなウイルスがあるっていうことが分かっていて、でそういうウイルスのどれかが次のまた新しい新興感染症となって人類の脅威になる可能性は十分にあります。
でコウモリはなぜかよくいろんなその免疫系が違うからだとかっていろんなこと言われてるんですけど、コウモリは他の動物に対して非常に病原性の高いものでも全く自分らは病気にならない。でそのまま、人とか、他の動物に移してしまう。でエボラもコウモリが自然宿主なのだと考えられているので、そういう候補になるようなものってのはまだいっぱい残っているてですね、非常にいつ何が起こるかということは全くわからないというのが今の現状です。おそらくですね、その、いろんなウイルス、たくさん今人間の中に定着しているウイルスの中にもですね、でおそらくその何千年前かには新興感染症と言われるような人類にとって新しいウイルスだったと考えられるウイルスがあってですね、例えばハシカのウイルス、あれはもともと牛のウイルスなんです。でおそらく牛を家畜化したことによって、人に感染するようになって、で人で定着してしまった。で、天然痘なんかもおそらく、動物のもともとは動物のウイルスが、人間に感染するようになって、で人間に定着してしまった。で天然痘はこれまでの人類の歴史の中で唯一、根絶できたウイルスなんですね。で、まあ、それ以外のウイルスは全く根絶できていないので、でそういうふうにでおそらく文明化が進んできて、で人が集まるようになって、で都市化が進んで、でそれによって、いろんな感染症が、出現してきたんだと。で今我々が3密って言ってるようなそういう環境が増えてきて、で、狩猟生活をしていると3密環境にならないわけですよね。でだから、仮に動物から人に感染しても、でその都市とか人が集まる機会がなければ、でその一グループだが、被害を受けるだけ で広がることがなかったのが、都市に人が集まったりすることによって、広がるようになった。でさらに都市と都市の間にの人の移動が起こるようになって、でそれが広域に広がるようになっていった。で、まあ、そういうことが、まあ、中世のペストでも、もともとアジアにあったその土着の病気が、ヨーロッパに行ってしまったことによってヨーロッパで大きな被害を起こした。でインカ帝国が、滅びた理由の一つにですね、感染症の問題があったと言われています。でそれはアメリカ大陸にはなかった、天然痘とかハシカとかを、スペイン人が持ち込んだことによって、で非常に多くの人が亡くなっているんですね。だからそういうふうに人が移動するようになって、感染症が広がるようになった。で日本も江戸時代でも、まだ長崎は空いてたので、でそこから何回か、天然痘とか入ってるんですけれども、で明治になって開国して、でコレラとか天然痘の流行が頻回に起こるようになってます。だからそういう人の動きと感染症、人が集まることで人が動くことっていうことと、感染症の流行っていうのは非常に密接につながってるんだというふうに思います。そうですね、だからやり方は全然違って、で、まあ、韓国は徹底的に PCR 検査をする、で日本はそうではなかったので、まあ、そういうそので中国はある程度強制力を持って、で人の動きを止めてしまう、強制的に止めていくことによって、このウイルスを制御してきた。でやり方は全く違うので、ただそれはまあ国の体制も違うし、法体系も違うの で日本の法体系の中で中国のようなことはできないので、でそういう中でやっぱり工夫をしてやっていかなきゃいけない。でそれぞれが、自分たちで考えて、対応していかなきゃいけない。でそれは、国と国の違いだけではなくて、地域もですね、まあ、東京と宮城県は違うわけですよね。で流行状況も違うし医療体制も違うし、で宮城県も特にあの地方の方、気仙沼とかですね、で石巻とかの医療体制と仙台の医療体制は違うし、だからそういうその地域に あの実情に合わせて、どういう体制を取ったら一番いいのかということを考えていくっていうことが必要 で国も、それぞれの国で、ベストの解決策を、見つけ出していく
ていうことが求められているんだと思います。そういう意味でその今 WHO がやっているような、その今までやってきた欧米を中心にして、でガイドラインとかを作って、でどっちかというと今まで WHO が作ってきたガイドラインとかっていうのは、いわゆる途上国、低中開発国向けのものなんですよね。でそれは日本とかの向けというよりは、そういう国向けに作ってきたと。だけれども今回はむしろそういうアメリカとかヨーロッパ の先進国が厳しい状況になっているので、まあ、こういうものにどう対応したらいいのかということに非常にもう世界中が、どうしていいかよくわからない状況になっているんだというふうに思います。でそういう中でアジアの国々は比較的、被害を、最小限に抑えてきていると。でこういうところから、教訓は学ばれていくべきなのかなというふうには思います。基本的な考え方とかですね、基本的に一緒に同じ対策を取らなきゃいけない部分も当然あるんですけれども、だけれどもその全部が同じでいいはずはなくてですね、でそれは、それぞれの地域で、それぞれの知事とかですね、でそれぞれの地域で、さらに都道府県のレベルでだけではなくて、例えば、二次医療圏とかですね、で保健所の単位とか、でそういうところでやっぱりいろんなことを考えていくっていうことが必要なんだろうなとは思います。やっぱり地域の力っていうかですね、で保健師さんたちもう本当に家族が無事かどうかもわからないまま活動を続けられてるんですよね。でそういうのっていうのは多分日本ではない、日本でないとですね、なかなか他の国では起こらないことなのかなというふうに思っていて、でそういう中でもう雄勝とか雄鹿とかって、石巻、もともとは、町だったんですけど石巻市に、合併したので、で、支所があって、でだけど、石巻本庁、石巻市役所とは全く、連絡もできないような状況の中で、自分たちが考えて、いろんな対策をし、いろいろその住民にどうサポートしていくかっていうことを考えていった。でそれはやっぱりその地域の力なんだと思うんですね。でその地域の人たちもそれに協力していったと。でそういうようなその地域力みたいなものがやっぱり、今回の、コロナウイルスへの対応でも求められているんだというふうに、私は思っています。どうやって上げていけばいいかなんていうのを考えているんですか。でそれは非常に難しくて、その寺田虎彦の、災害は忘れた頃にやってくるっていうのと同様に、感染症も忘れた頃にやってくるし、でっていうよりはもう人は忘れていくんですよね。忘れていくことによって、次の、ステップを踏み出せるっていうところもあるんだと思うんですけれども、でも忘れちゃいけないこともあるので、だからいろんな教訓があって、でおそらく日本だけではなくて、で世界各地にいろんな伝承っていうかですね、言い伝えとして残っている教訓というのは、多分感染症を防ぐための、教訓というのも、多分たくさんあるはずで、で、まあ、こういうこ日本でいうとこういうことをするとたたりがあるとかですね、でそういうのというのは多分感染症に何度も痛い思いを してきて、でその教訓の中から生まれてきた、ものだったんだと思うんですけれども、そういうものを現代社会がなかなか引き継いできていないと。でそういうことが、いろいろな、問題を引き起こしているのかなというふうに、ご自身は思っています。いろんな、新しいテクノロジーでいろんなことができるようになってきてはいるけれども、だけれどもその例えば数理モデルで全てのことが予測できるわけではないの でそうすると、で先ほど言ったように、次の感染症がどうなるかっていうことは、いろんなそのコンピューターとかを使って予測しようとする動きはあるけれども、予測できないわけですね。で今回のコロナウイルスも全く予測できなかったし、まあ、あるだろうなと、こういうことがあってもおかしくないだろうなとは思っていたけれども、本当にこういうことが起こるのっていうことはほとんどの人が研究者も考えていなかったの でこういう形で本当に世界中に広がるようなコロナウイルスが、世界中に広がって非常に大きな被害をもたらすようなコロナウイルスが本当に出てくるっていうことは全く予測できなかったので、でまあ、そういうその予測できないようなことに対してどう対応していくかっていうのは、
今後の非常に大きな課題なのかなとは思います。